どうも皆さんこんばんは。2022年1月26日、今回のラジオをやっていこう。バーチャル VTuber のアレレレニだよ。シャ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 。いつもなんでセルフ効果音なのかというと、普段からこんな感じだからです。なんか擬音語を口にしてしまう系なんですけど、私。さあ、ここまで3週間ほど動画投稿をお休みして申し訳ございませんでした。というのもですね、まあ簡単に言うと、親知らずが腫れて、親知らずと格闘しておりました。シャ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 。だいぶ良くなって喋れるようになってきたので、動画投稿、ラジオの方もね、再開したいと思います。まあまたね、来週抜くんですけど、まあ、なんだろう。まあ予想できる範囲内かなと思って、なんていうの、初めて歯抜いたからさ、どんぐらいなんか痛いのかとかわかんないじゃん。わかんないからさ、どうなのかなーみたいな感じで思ったけど、まあ痛いししんどかったけどね。まあまあ、もう2回目だし乗り越えられるかなみたいな、そこに甘く見積もっています。皆さんはね、親知らず、早めに抜いた方がいいと思いますよ。ね。今、抜くか抜かないか迷ってる方いたら、絶対にさっさと抜いちゃった方がいいかなと思います。めちゃくそ腫れると痛いです。というわけで、新年一発目のアレラジなんですけども、たまりにたまったマシュマロを消化したいのと、今回はマシュマロを消化したいのと、あと、やっぱよく言われるんですけど、私ね、生活感がめちゃくちゃないって言われるんですよ。配信ばっかしてるからかな。なんで、ちょっと、まあ、今年はですね、このラジオを通して、私の生活力をね、皆様に見せつけていけたらと思います。で、私ちゃんとね、料理もできるし、掃除もできるし、なんなら犬飼ってちゃんとね、動物の世話もできるから。ね、できるから。ということでね、不信念、一発目、ちょっと一個だけ覚えていたコーナーを、今日突発的にやりたいと思います。その名も、アリリクッキングというわけで、今週アレレレニーが作ったレシピを簡単に召喚するコーナーです。ただしですね、このコーナー一つ注意がございます。私そんな健康面とか皆様の健康とご多幸をあまり気にしてないので真似して作ってもいいけど、その辺は自己責任で頼むぞ。今回は2つお伝えしたいと思います。まず1個目、こちら。お正月にね、やっぱね、お正月気分味わいたいなと思って、餅買ったんですよね。餅買ったんですけど、餅ってあんま小さく売ってないじゃん。でっかい袋でね、20何個とか入って売ってるからね、餅余るんですよ。でね、お正月、まあ、お雑煮作って食べたんだけど、まあ、結局2日目で歯が痛くなってね、餅が大量に余ってるんでね、お正月っぽくなく、なおかつ美味しくお餅を食べる方法ないかなと思って、作ってしまったのが、こういうレシピです。言っとくと、超カロリーモンスターですね。1日1個食べたら結構やばいかな、ぐらいの。まず、餅を器に入れます。器に水を入れます。電子レンジで適当にチンします。で、餅が箸でツンツンツンして柔らかくなったら、お皿にあげます。で、よく売ってる溶けるチーズでもいいし、なんか細かく引き裂かれたチーズでもいいんで、ぶっかけて、もう一回チンします。もうね、600ワット30秒ぐらいでいいと思います。これは。かも、もし、なんかチーズドロドロが好きな人は、まあ自動でもいいんじゃないかな。でも、あんまりだと餅硬くなるからな。で、そこにですね、こちら、隠し味の、かっこよくなるよ。かけると、甘いとしょっぱい、チーズの甘みと、韓国海苔のしょっぱみが、マッチした、クソデブ飯が完成します。映像が汚すぎるんで写真ないです。ま、絵で描くとこんな感じかなーっていうのあるんですけど、めんどくさいんで描きません。まあそんな感じでお餅を消化してることもあります。なんかもう朝さ、作るのめんどくさーってなった時に、たまに、餅食べる時に、なんか甘いとしょっぱいを食べたいなって時に食べてます。こんなレシピ発表したらまたなんか全然料理しねえやつだなと思われそうだな。
もっとちゃんとしたのもあるよ。じゃあこっち、そうだな、結構やっぱ鶏むね肉ってカロリーもそんな、カロリーっていうかなんかまああんまり値段も高くないしね、ちょっとダイエットしたい人向けの食べ物なのかなと思うんだけど、鶏むね肉を使ったレシピですね、次は。鶏むね肉をね買ってきてもらって、あの一口大に切ってください。で一緒に買ってくるのがヨーグルト、あんまり食べない人はちっちゃいの買ってください。そんなたくさん使えません。であとカレー粉かな。でお砂糖が家にない人はお砂糖も買ってください。キビダーツの家には砂糖ぐらいあると信じています。でまあ一口大に切った鶏むね肉をですねジップロックに全部突っ込んで、次にねヨーグルト大さじ3杯ぐらい、あの山盛りで、もう別に適当でいいです、この辺もう適当に入れます。なんかなんで入れるかっていうと肉が硬くなるのが嫌だからです。でここでですね次に入れるのがカレー粉、あこれはもうあの お好みで好きなだけ一瓶とか入れないでね、まあ、常識の範囲内に入れてね、まあ、適当に入れてください、まあ、適当このコーナーのねあの大さじとかないからさごめんね。入れて、でまあ、あの甘みが欲しい人は砂糖、あの砂糖とかその辺入れてください。であのジップロック閉めてよくもみもみします。で焼きます。完成です。おしまい。結構美味しいんでね、これは簡単にできるし美味しいかなと思います。まあ胸肉切るのちょっとね苦手かなっていう人はあの切ったやつも売ってるんでね、そういうの使ってください。大丈夫かなこのコーナー。というわけで今週のアレレレニのレシピ 2選でした。まあよかったら作ってみてください。まあ別に作んなくてもいいけどね。まあ今週のマシュマロ、というわけですいません、ちょっとしばらくぶりになりましたがマシュマロのコーナーに行きたいと思います。ですいません、マシュマロのコーナーについてお知らせ。すごい笑ってる。マシュマロのコーナーについて一つお知らせがございます。こちらのコーナー毎週やっていたんですが、すみません、隔週でやっていきたいと思います。なんでね、月2回ぐらい返事する形になるかなと思いますので、その辺だけお注意いただけたらと思います。それではまず一つ目がこちら。ごめんね、これだいぶ前に言ってた。 APEX が上達しません。どうしたらいいですか。APEX が上達しない私に聞くかこれ。どうなんだろう。練習してください。まあもうぶっちゃけ APEX あのやったら上手くなると私は思ってますよ。あのまず時間と経験がものを言うゲームなので。でもさ、そのなんかやっぱ時間ない人もいるじゃん。そういう人のために解説動画がこの世界にはたくさんはびこってると思うよね。だからあの時間がなくてあげたい人はなんか APEX 上達で上達したい内容をなんかその検索 YouTube の検索の画面に入れて、例えばエイムが良くなりたいとかだったらエイム練習の方法とか上げてくれてる人もいるし、まあ、自分の問題は立ち回りだなとか思う人はそう立ち回りとか入れて検索してみたらどうでしょうか。自分ちょっと全然解説系とかではないんでね、そういう方を利用していただけたらと思います。全然アドバイスにならんでごめんな。ちなみに私は3年やってるけどハンマー取れたのはどんぐらいかかったかな。私シーズン最初からやってるんだけど、ハンマー取れたのはシーズン3でやっと取れたし、なんだろう取れたし、なんだろう、まあなんだろうな。まあ私割と人よりのんびりしてる、のんびりっていうかあのね頑張らないと全然できないタイプなので、すごい時間かけてるタイプではあると思うんですけど、なんでこのアドバイスなのかな。まあ頑張ってね。まあでも一番大事なのは楽しくエペックスをやるという気持ちですよ。なんか嫌になったらね、その日は閉じてマインクラフトするなり違うゲームした方がね気持ちがいいと思う。なんか気分悪い気持ちでやってもゲームは楽しくないからね、ゲームを最大限にまずは楽しみましょう。続いてこちら、
ビップバッジやめてアイコン書いてもらいたいと思います。あ、わかりました。お待ちしてるんでね、頑張って10万ポイント貯めてください。続いてこちら、何かあったら専属ピニャータになります。ピニャータって何でね、わかんない。これ Google で検索したんよな、ピニャータって。なんかね、なんかよくわからんもんが出てきたんよなこの質問くれたの誰かわかんないけど、ピニャータって何か今度質問箱を入れといてくれると嬉しいななんかすごい美味しそうな名前だね、でもで、続いてはこちら、青唐辛子は好きですか？私別に赤唐辛子好きじゃないからね一応言っとくと、別に唐辛子好きじゃないし、唐辛子自称してないからね。多少唐辛子系 VTuber だからね、自称じゃないから、そこんとこ注意してみんな。だから青も赤も緑もクソも何でもないんだよねまあでもペペロンチーノは好きだよお質問ありがとうございました。そんで今週最後の質問がこちら、バレンタインボイス発売決定って本当ですか？あー、バレンタインデーボイス、あ、もう2月だもんね。あのね、バレンタインデーボイスはやらないけど、面言でバレンタインデー動画は作る予定です。あくまで予定なんで間に合わなかった、すいませんまあでも、まあ作るよって感じ、作るつもりではいる。なんか理想の形になるかなってちょっと悩んでるんですが、うんうん、メンバーっていうのは、この YouTube はメンバーまだ全然遠いんだけど、Twitch のサブスクライバーの方はですね、Discord で、なんか、まあちょっと、ほんと全然まだ未開拓っていうか、探り探りなんですけど、メンバー限定の動画とかね、作ったり しようと思ってて、そういうサーバーを作っておりまして、でそこでなんか投稿しようかなと思ってますもし興味がある方はね、ツイッチ見てもらって、ツイッチのね、サブスクライブしていただけたら嬉しいです。それでは今週のマシュマロのコーナーは以上になっております。冒頭でも言ったように、各週でマシュマロのコーナーをしたいと思いますので、次は再来週っていうのかな、再来週になります。またよかったらマシュマロの投稿お待ちしてます。以上、今週のマシュマロコーナーでした。じゃなかったということでね、今回はちょっとすいません、たまりにたまったマシュマロを返事して長くなっているので、今日のラジオはこの辺にしたいと思います。またね、新しいコーナーもね、どんどん作って、2022年もあと面白いラジオを投稿できたらなと思っておりますので、皆様どうぞよろしくお願いします。まあ、ちょっと相変わらずの週1投稿にはなるかなと思いますが、来週からね、週1回ぐらい投稿していこうと思うので、そのとかね、待っててねそれでは皆様ご一緒に、お疲れに、バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もしよかったらチャンネル登録、コメント、高評価していってね。ツイッチでも配信をやってるので、生のアレレレーニに会いに来てね。またねー。バイバーイ。